はい、どうも、セイリーです。スーパーマリオメーカー2、実況やっていきましょう。はい、人気ランキング6位の、このコース行ってみようかと思ってます。スーパーマリオブラザーズね、初代ですね。初代から 2.98%、なかなかいいんじゃないですかね。じゃあ行きましょうか。P スイッチ、ジャンプ、プレイスかな、ちょっと読めないんですけど、ドイツの人かなが作ってくれたコースやりましょう。まあ、2% なんでね、まあ、ある程度はクリアで、コメントがちょっと出てますね。2% なんで、まあ、ある程度はクリアできるとは思うんですけど、これは、あれP は押さないでいいのかな、ん僕押すんかな、ほ、えちょっとわからないぞ、いきなり。P 押さずに飛び越えるとか届くあれ、ほ、いや、無理。早速、わからない。何どういうことよ、乗った瞬間ジャンプできるんかな、もしかして。あ、はい。わかった。じゃあ奥行きましょうか。こうね。うん。で、スイッチを押さなあかん。ほ、うん。これはドッスンがいるけど、ほ。ちょっと待って、これなんや、これ。押して、ちゃう、行かれへん。ちょっと待って、これドッスンも多分あれですよね。横にって書いてるから、いけんかな、これ。ちょっとまあ、何回かやってみましょう。今の段階やと全然わからないんで。ほ。で、ここ、あ、はい。なるほど。こうね。で、あー、鍵がここにある。こうか。取ってからの、こうね。よし。なるほどね。いやー、やっぱ考えられてますね。何これ、ちょっと待って。落ちないように、保てってことね。よし。ほ。いけるんか、これ。いけるの？ほ。あー、いけた。ちょっと待って。ほ。上にもある。ほ。あー。むずい。難しい、これ。いやー。こうでしょ？ほ。これはなんとか、いけそうな気も、する、が、うん。で、ここ。ほ。ここ上押して、こうね。よし、いけた。いや、むず。神経めちゃくちゃ使う。何これ。え？うん。押すんかな？わからんで。全然わからんけど。どういうことや、マジで。どういうことかまずわからん。ちょっと待てよ。横にブンブンがいるんですけど、赤い、あ！はい。これスイッチね。今やっと気づきました。スイッチがある。この、トゲのとこにスイッチがあるんで、これをまず押せってことか。あー、危ない。ちょ。急に P が出てくる。まあ、多分合ってますね。まずこのスイッチを押すことが大事。こうやね。え？押すと頭ぶつけて落ちる。ってことは、こういうことか。うん、多分そうですよね。下の P まで使わなあかんっていうことかな。めっちゃ難しいぞ、これ。めっちゃ難しい。これ、うん。ですよね。で、さらにこれを押せば、向こうの、青が次変わるんで、こうかな。よし。で、ちょっと待って。
もう一回やれってこと？こういうことで合ってる？ブンブンを倒すんかな？うんうんうん。あと一発で倒れるんかな？ちょっとわからへんけど、やってみましょう。確か三発でブンブン倒れますよね。お、お、あ、ですよね。で、あ、いけたいけたいけた。右のドアに入りましょうか。あ、うんうん。で、これで、おー、いったーいやー、むずかった。むずい、このコース。むずいし、あのね、ものすごい神経使うんですよね。あの、P の絶妙なジャンプが。いやー、むずかったな。でも、これ、面白かったっすわ。いいね、押しときます。いや、なんとかでもクリアできてよかったな。結構考えながら、やりながら、こう、神経使うっていうね、なかなかでも面白いコースでした。いやー、面白かった。じゃあまたね、これからもやっていくんで、またよかったら配信見てください。では、今回こんな感じで終わります。ご視聴の方ありがとうございました。